自由な形を目標にするのではなくって、自分たちがそこに住み着いてよかったという静かなコンクリートの建築を作りたいと思ってやってきたわけですね。だから建築は経済性だけではなく、機能性だけではなく、やはり人の心に残っていくものを作らねばならないと思ってやりましたので、